ジャンフレデリック・ワルデック、ジャンフレデリック・マキシミリアンド、ワルデックは、フランスの考古家、地図学者、芸術家、探検家である。生は、バルデックとも表記される。バルデックは、いろいろな場面で、パリ、プラハ、または、ウィーンで生まれたと言い,い、別の場面では、ドイツ、オーストリア、イギリスの国民であると主張した。また彼はよく、白尺や、時には、公尺、 男爵の称号を持つと主張した。ワルデックは19歳で南アフリカ共和国へ旅立ち、探査の経歴をここから始めた。彼はフランスへ戻り、ジャック・ルイ・ダビットの学生として芸術を学んだ。彼はナポレオン・ボナパルトンの探検に伴ってエジプトへ,へ旅だったとも言った。こうした話のどれも無関係であり、確かめられなかった。 実際は1820年以前の大部分のワルデックの自伝は文書化されていない。また彼の生命は自分で参加したと主張する昔の様々な探検隊の記録にない。ワルデックは二つの主要な原稿を世間に発表した。一つ目の原稿は西ヨーロッパ美術史の学者の間に彼が知られることになるイモーディと題された悪名高いポルノズガの出版物の再刊であった。 二つ目の原稿は、メキシコの探検及びマヤアステカ彫刻の多くの例をまとめた出版物である。イモーデイは非常にポルノ的な内容で、ピエトロ・アレティーノによって露骨な内容のソネットが付けられた。伝えられるところでは、ローマ教皇との異会界の後に、ジュリオ・ロマーノによってバチカン宮殿内に壁画が描かれ、同伴画家マルカントニオ・ライモンディが、 作品群を発表した。出版された本は、ローマで熱狂的に受け入れられたが、法王はすべての複製品の破壊を命じた。そのためイモーディの最初の版は現在はない。残ったのは大英博物館の一連の断片である。ワルデックは、メキシコのパレンケ近くの修道院でイモーディの印刷物の一組の模写を見つけたと主張した。 彼が言うような修道院はないため疑わしい話だが、博物館にある断片が彼の描いたスケッチと告示しているので、彼は少なくとも大英博物館で間違いなく断片を見ている。古代メソアメリカの美術にワルデックが最初に接触したのは彼がパレンケの都市のスケッチに基づいた版画を作るためにキングズボロー校に雇われた時であったと考えられている。ワルデックの版画は 彼が日本にした元のスケッチよりはるかに美しく芸術的だった。1825年、彼はメキシコにあるイギリスの工業会社に水理学の技術者として雇われた。この仕事の後、彼はコロンブスのアメリカ大陸発見以前の遺跡を投査した。ジャン・フレデリック・ワルデックはパレンケとウシマルといった古代マヤ文明の遺跡を詳細に記録して研究したことで、 非常に有名である。ワルデックは彼が見つけたものについての大量のリトグラフを発表した。最後の出版物は彼が自身の100年祭を祝った1866年に発表された。109年45日の驚くべき老齢に至ったが死ぬまで彼は精力的に活動した。そしてパリのシャンゼリゼ通り近くで美しい女性に見とれた時、 彼はおそらく心臓発作で死んだ。ありがとうございます。